戦闘準備完了。はい、どうも、鬼丸です。ニーアオートマタの体験版やっていこうと思います。プレス Any ボタン。あ、オーダーライセンス、なんかいろいろあるね。まあ、スタートゲーム。ちょっとイージーでお願いします。程よくゲームは楽しめます、多分。イージー。ゲームスタート。おお、いきなりコントローラーが振動したっけ。ビビったわ。近距離攻撃装備起動。こいつが主人公。敵反応多数確認。見れば分かるよ。移動。スピードアタック。三角で強攻撃。バツでジャンプ。なるほどね。回避とかないんかな。すごいな。お、なんか強そうなの来た。おお。敵の破壊を確認。いや。なんかすごいの来た。これどうやって倒したん？これが目標大型兵器。当該敵は目標ではない。速やかな排除を推進。おお。レーザー通信回復。ホットプログラムのダウンロード終了。おお、すげえ。これ面白いな。味方か。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。トゥービーさんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか。違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから、外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。どこ行けへんだ。全然ストーリーが把握できてないぞ。やっぱニーヤと言ったら暗い。おお、暗いストーリーなんかな。強攻撃するよ。お、来た。このポットみたいなのが強いな。え、これ素材か。どこ行けないんだろう。こっち違うな。こっちか。ほら
こりゃ面白い。ちょっとバイオと発売日被ってなかったら買いてえな。僕なんかいっぱい来た。これ面白いな。あ、これちょっとニアっぽいな。ルビーさん、何？事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。ちょっとここのとこニアっぽいな。 2D になるところだ。おお、すっごい爽快。なんかいっぱい来た。挟まれるのは嫌い。メニューとか開けんのかな。あ、いろいろあるな。マップ、クエスト、アイテム、ウェポン。切る。まあいいや。これでセーブか。違うか。レベル3。おお、階段があった。ここ、なんかアイテムあるもん。あ、おやばい、落ちる落ちる。アイテム発見。こっち見てみたいな。ほら、アイテムがある。でも目標はちょっとこっちが正解っぽい。ちょっと後回しにしよう。あ、これ面白いな。ゲートの封鎖を確認。扉の解除不可能。本エリアの敵が妨害電波を出し、めんどくさい。ん？上？おお、上の敵はどうやって戦えへんだ。おぶね。イージーだけ回避とか自動にやってくれるな。つうか攻撃を勝手にやってくれとる。俺は避けるのに専念すればいいだけじゃん。こっちであったんかな。なんか戻ってきたっぽい。けんか。これは神ゲーじゃな。面白いぞ。ルビーさん、僕嬉しいです。何が？僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことが禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくて
え？私の名前に継承は必要ない。わかりました、トゥービー。聞きた。お金はどこで使えるんかな。これは面白いぞ。こっちは？解析。このエレベーターはプロテクトされているため使用不可能。広いな、この廃墟。ん？ここは昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。いいね、勝手に攻撃してくれて楽ちんだわ。お金をせん。すげえ。じゃあ何が起きてるか分からんぞ。レベルアップ。また来た。いっぱい来た。強いな。で、どこ行きゃいいんだ。こっちで合ってるか。いや、これは面白い。
良い。自動で避けてくれるっていうのはすごいな、チート級じゃん。また来た。強いな。また来た。片付いたか。うん、マップが出てこんと分からんぞ。こっち出んか。一通り工場を探索したけど、目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。これはぜひ製品版欲しいな。あれは、ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。あ、そうなの。人類はおらんのかな。あとは何もないな。広いな。こっちだったのかな。ボス戦の予感。超ボスが出てくるだろう。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが移動してみましょうか。了解。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。来た。こんなんどうやって攻撃するっちゅうの。うわー、ノコギリ。強力なジャミングを感知、遠距離通信応答なし。倒せばいい。今度はこっちか。なんか来る。すごいの来そう。おお。うわ、めっちゃ食らった。あ、倒した？引っ込んだ。目標、超大型兵器発見。いや、大型すぎるだろ。まずはポットの攻撃しか当たらんな。おお。
なんか左手が右手か。お、助っ人の超大型兵器破壊する。援護します。応援護してくれとるな。どういった警告。敵兵器による下方向からの攻撃推奨退避。おいおいおい、まだまだかかりそうじゃない自分が。おお、避けれた。また推奨か。俺は何もしたことねえな。切りまくれ。ハッキング開始します。お、なんかすごいの。なるほどね。大丈夫？ああ。マイエス。ナインエス。ナインエスのブラックボックス反応検知。通信応答なし。救助する。ご飯やな。動き出した。これはどういう展開になるんだろう。司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。まあとにかく登っていけばいいんだろう。中央を登って、またはしご。ナインエス。ナインエス。うわ、ボロボロじゃん。もうこんな時に。当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置。うるさい。いいから出して。トゥービー言って。黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。なんか来た。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。お願い。分かった。どうする。 9S は置き去りか。
すげえ。これ操作できるんかな。あ、操作できるっぽい。あ、すげえ。おお。急にシューティングゲームだった。顔に当ててるか。言葉を喋ってる。機械生命体にそんな知性が。ズビー、敵機体の脆弱性を発見しました。何？今から援護のためにハッキングします。ハッキングどうぞ。ズビー、敵機体の上腕部の。コントロールのポットを使って制御を取れるはず。いいから黙って。上腕部って言うかな。お、敵機体の上腕部のコントロール弱点部分をマークしました。了解。制御システムを奪う。了解。敵サブユニット侵入。挙動テーブル変更終了。姿勢制御バーニアコントロール。敵兵器の従属化を完了。なんかすごくなった。お、すげえ。一気に倒せるじゃん。倒した。大丈夫？お、ないです。すごく強引な戦い方ですね。ドゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。え、巨大兵器がたくさん。そんな、なかなかうまくはいかないみたいです。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。神聖ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。申請を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて。え、もうおしまい。光栄でした。私もだ。お、終わりか。はい。というわけで、ニーアオートマタ体験版でした。ではでは。